早朝5時、朝日の昇る中、着々と準備が進められていきます。さあ、いよいよ準備完了。今からどんな景色が見れるのか楽しみです。見てください、この景色。眼下4000メートルに広がるテメキュラの景色は、言葉では表すことのできない素敵な空間がそこにはありました。You don't have autocorrect on this. No. He was like, "Why did you learn to drive like that?" Well, that's hello, Ken. Good. We were just doing punches. 見てください。こちらワインに使うブドウ畑です。こんなに低く飛ぶことができる熱気球の技術にとても感動しました。戻ってきたら素敵な朝食が待っていました。先ほど上空から見た景色をもう一度かみしめながら、最高の朝のひとときを過ごしました。